するしない。名古屋六歩さやかの至極の一曲。イエーイ。いいんですか、もう一本出てもらっちゃって。ほんとすいません。うん、ほんと助かります。居残りをさせてしまってしぶしぶ、なんと名古屋六歩さやかのになりました。今回初めての試みです。3人になりました。前回毎回3人でやります。もうそれの方が絶対いいと思うんだよ、ね、着なきゃいけない。あ、そう、黒だ、黒でいい、黒のつなぎでいいよ。夜道が危ない。ということで今回はね、はい、前回の時に金森さんに出ていただいて、はいはい、このまま残っていただいたんですが、はい、まあ残っていただいたのにもちょっと理由がありまして、はいはいはい、今回この取り上げる方が、うん、まあ、茅本さんにもすごい親しい方と、はいはいはい、いうことで、うんうん、今回残っていただきました、うんうんうん、誰なんでしょう。え、もう言っちゃっていいですか。タイトルはまた後にしても、はい、今回はね、はい、やっぱ我らが最高の、はいはいはい、そして茅本さんのチームメイトである近藤誠一プロ、なるほど、一曲を取り上げようと思って、結構前から実はドッポさんと近藤誠一さんを取り上げたいなと思ってたんですけど、やっぱり感性で打つということで、うんうん、僕たちに話せるのかと不安なところは結構あったんですよね。そんな中やっぱチームメイトで茅森さんがせっかく来ていただいたんで、茅森さんにも一緒に見て話していただこうと思い、今回は近藤誠一さんにした次第であります。喋、はい、れますか。ちょっと待って、これ就職の面接かなんかですか。いや違います。御社を希望した理由はみたいな。いや違います。全然違うんですけど、はいはい、まあそういった理由で今回ようやく近藤誠一さんができるなと、ようやくね。じゃあ買い物される時にやろうよと思って、はい、なので今ジャーの声この辺から出てました。いいの、うん、今ほらすごい高揚してるから、はい、なるほどということで喋れますか、はい、頑張ります。近藤さんのことはもう買い物さんが結構分かってると思うので、はい、ということで、はい、じゃあタイトルいきますか。はい、大きく打って大きく勝つ近藤誠一麻雀の神髄チェケラ、イエーイ。またいい近藤誠一もらいましたね。ね、あの完全に今アップフロアな感じですね。あの茅森さんにはこのオープニングのタイトルでどこを言ってもらうかっていうのをね、はいはい、たまたま今回は本当にまた近藤誠一名前だけだねっていう話になって、はいはい、好きなように近藤誠一って言ってねって言ったら、こんなにも綺麗にミキシングしてくれましたからね、今おちゃらけていただいて、はい、マージャン以外は本当抜けてるところがあるんで、そういったところをみんなに分かってほしいなと。でも今のやっぱりこう近藤誠一っていうところでやっぱちょっといいリリック刻むんじゃないかなって感じしましたね。リリックって何？あのラップ。あ、ラップなら分かるんだけど、うん、なんか難しく言うと頭いい感じで見せようとしてるからってちょっとイラッとくるね。え、ちょっと待って、あの散々ね、茅森さんのこと抜けてるって言ってるくせに、え、自分はそんな感じなの。いや、リリックって言われてもね、ちょっと4文字出た、急にそっちに言うと感じ悪いわ。ということでね、はいはい、今回は、はい、近藤誠一最高位の、はい、まあ本当に本をね、大きく言うと大きく勝つっていう本を出したんですけど、うん、それのまさに実践している、はい、動画を一本ね見ていきたいと思いますので、はい、じゃあそれでは早速見ていきましょうか。はい、はい、はい、それではですね、こちらの、対局なんですけれども、第43期最高位決定戦、まあ去年ですね、僕44期入会なんで、そうですね、去年の最高位決定戦ですね、はい、で最高位決定戦全20半チャンなんですけど、その最終節の1半チャン目なので、この半チャン含めて、あと4半チャンで、うん、もう最高位決まりますよという局面ですね。で、トンパツに、チーチャの、太田さんが1300ホールを積もった一本場です。もうすぐねポイントが出るかと思うんですけど、はい、ハイパイは割とぐちゃぐちゃですね。そうそう、映らない、これには映んない、こっちよ。あ、そう、こっちだけ。ポイント状況でいうと近藤さんはトータル今首位なんですね、 68.6 ポイント持ってますと、うん、で、園田さんがトータル2位、村上さんと太田さん結構競ってますけど、太田さんがトータル3位、村上さんがトータル4位というポイント状況でございます。
4回あればまだ全然ね、はい、全員にもチャンスはあるっていう感じのポイント状況にはなってますね。そうですね。ただあの近藤さんとしたらここでトップを取っておくと、うん、残り3回園田さんに結構条件を突きつけられそうなんですよね。うん、確かにそうですね。そうで、なおかつやっぱりそのリスクを背負うんであれば、この4班ちゃんのうちなるべく早めがいいと。うん、間違いなくそれだと思います。はい、っていう局面だということを踏まえてご覧いただけたら。でトンパツ一本歯ドラが数ピンですね。で近藤さんの敗北これです。今カンローマン引きましたと。これもう急走からですもんね。誠一さんっぽいですよね。うん、一通か三色か三色か、はい、見てますよね。そもそも茅森さんは近藤さんと麻雀の話とかするんですか。あんまりしないですかね。チーム内では、うんうん、あのユーミンとあの近藤さんが喋ってることはあるけど、私はなんか聞いてる感じ、はいはいはい、が多いです。これで567の3色がチラッと見えましたね。見えますね。でもなんかやっぱり自然に、まあ、僕も、まあ、ドッポさんもそうだと思うんですけど、誠一さんだったらこれ生きるだろうなっていうのなんか分かりません、うん、みんな。結構分からない。あそうなんだ。分かる局面もあるんですけど、そうそうそうです。あの切った後にあこう考えてるんだなっていうのは分かるんですよ。ああなるほど、うん、あれもういいシャンテンだ。はえあのハイパイがもういいシャンテンですよ。ウルチの3色ただドラスーピンですよね。うんそうですね。これあれね、孤立の嘘を切っちゃってたら全然この形にならないですよね。なってないもんね。誠一さんってこれペン3枚引いて、うん、ドラスーピンじゃないですか。メンピンツも3色を取るのか、はい、メンピンツもドラ1の、スーピンを残してチーピン切ってリーチ打つのってどっちでリーチ打つんですかね。チーピン切るんじゃないですか。そこは普通にやっぱりメンピンツもドラを1個確定させるじゃないんですかっていうぐらい。それうちはですね、それじゃなかったら、ね、あの統一落とし。ああなるほどね。うん、あ確かにそっちもありそう、ね、リーチするんだったらさすがにチーピンじゃないですかね。残球は確定しておいてってことか。これもねいろいろ選択ありますよね。ここで面白くないですか。ペン3万払い。まあピンズの伸びるんですよね。うんうん、メインはね。そうですね。あとマンズがタイヤオンになれば9ピンを切るっていう感じっぽいですよね。うん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 、大きく打つ。まあ理想はメンタンピン3色ドライチなんでしょうね。そうですね。それはまあ理想だよね。うんうんで一発で積もってバイマンと、いうのが理想だけど、うん、今ので別に9ピンなりね、チーピンなり切る人も結構いるよね。これ9ピンとチーピン1枚ずつ切れてるんですよね。うん、だ当然やっぱシャンポンリーチ打つ気はないってことだよね。うんうんうん、数万引いてこれで対応、カイモリさんが言ってたような感じだね。そうですね。カイモリさん今若干前方に行きましたね。そうかね、見えないんですよ目が。そう今回はねちょっと画面がねあちらの方なので、そう奥まったところにあるんですよね。目が見えなくて捨て牌がほぼ見えない。ああなるほど。なんか無駄相撲ねえな。これでもタイヤ王が確定しましたね。確定したんですよね。これ太田さんもチートイスのいいシャンテン。うん、ツモが良くて、もうね、ハイパイと全然違う感じになってますよね。そう、ツモめちゃくちゃいいよね。ね、これまあ、園田選手はシャーチャーなんで、まあ、なんかよくしようっていう気りではあるけど、これですよ、僕が見たかったのこれ。はい、分かった、じゃあとりあえず、うん、まあ、生産切ったのはうちら分かってるとしても、うん、何切るか3人とも、とりあえず言ってみよう、はいはい、ちょっと私見てきていい？いえいえ、見て、はい、あ、捨て合い見てきて。なかなか見られない、ちょっとね、動画では見せられないんですけど、中腰になっておりますね。めっちゃ中腰。ちょっと腰に負担かかりそう。うん、決めた。決めた。決めた。で、僕からいいですか。はい。で、僕はまあ理由としても、はい、まあ確かに4、5の3色もあるんですけど、はい、やっぱタイヤ王のいい班も3も入らない、うんうん、メンタンピンドライチが打てるんで、僕はやっぱり1ピン切りますね。うんうん、じゃあ、ドッポさん。僕も1ピン切ります。まあそうですよね。やっぱり理想で言ったら3色がついて上がれるのが理想だと思うんですけど、うん、やっぱり目の前でいい班確定してるのを
がやっぱりちょっと大事だなと思っちゃうんですよね。捨てることは できない。しかもあの1ピン切ってまだ別に3色を捨ててるわけではないじゃない、うんうん、ダイレクトで引いた時はそれはメンタルミッドライチでリーチ打ちますけど、うんうん、その後の変化もいろいろあるんで、ね、うんうんうん、まあ1ピン切るかなと思うんですが、うん、さあ茅森さんは1ピンです。1ピンかい。一緒だよ。みんな1ピンだよ。結局1ピンですね。やっぱり全見てきて見てきたけど、まあ、1ピン切りそうだなっていうのは全体的な話になりますよね、うん、今回比較対象というか、まあ、リャンピンも1枚切れですよね。ん、1ピンリャンピン、これやっぱションパイですよ。あ、1ピンリャンピンはションパイ。1ピン1に切れ、リャンピンションパイ、リャンピンションパイで3万もションパイ。3枚1枚切れ、3枚1枚切れですよね。あ、じゃあ単純にあれか、缶リャンピンの枚数1枚多いんだな。そう、枚数、うん、そうね、あ、枚数1も多いですね、うん、でも、1ピン切るよね。あの、うん、そうね、あの山来てチンソー入った時が嫌だよね。まあその後の手があるけど、なんかチンソー引いたらいいピン切りそうですよね。そうだね、生産は。あ、これまだ生産が何切ったかって答えをね言ってはいないですよね。言ってはいないですけど、はい、え、じゃあさ、これさ、いいピン切るみんなね、うん、さ、あ、チンソー引くは、あ、まあ、うん、チンソー引くは換算マンリーチする、ピン切るじゃない、みんな3人ともスチソイ引いたら換算マリーチ打つ。順目的に僕は打ちそう。ちょっと待って。貝村さん、また動画お出かけです。お出かけです。いつもね、実際はタブレットで見てるんですけど、うん、今回ちょっとあの、そうそうそう、あちらのモニターの方で見させていただいてて、ドラガなんだっけ、ドラガスーピンです。スーピンか、うん、打ちそうだね、これは。皆様にはね、天井カメラが見えてるんで、うん、まあ、ステアを見えると思うんですが、打ちますね、カスタマーそぶり打ちますか。はい、やっぱスッチーソー引いて一品外しはあんまりもうこの順目ではしないんですよね、うん、なんか5、6順目だったらちょっと外してもいいかなという気がしますけど、うん、2段目後半になっちゃうと張り返す前に流局しちゃいそうなイメージあります、ね、そうですよね。僕は外すんですけど、ちなみに、うんうんうん、一品切って外すんですけど、まあ、カスタマーリーチ打つかもなと思うぐらいでも外す感じなんで、まあそれも意見まちまちありますよね、うんうんうん、じゃあ続き見ていきますか。はい、じゃあまず近藤さんが何を切ったかということですね。ヤンマン、でもやっぱこのヤンマン選べないんだよなって思いません？そうですね、なんかね、こういざ切ったのを見ると理由を探せるじゃないですか。探せますね。そう、まあ例えばその枚数が1枚多いです、うん、で最高打点で考えたときに裏ドラなしでハネマンになるんですよね。連品いつも3色ドラ1。そう、数層の方が残ってるとかあんのかな。え、また買い物さんちょっとお出かけする感じですね。でもね、数層1切れなんですよ。そう、で中層がで9層2切れ、上のが若干残ってる可能性は高そうに見えますよね。そうと僕は思いました。で数層しかも1枚あのフロタスに入ってるんですよね。さらに、うん、差し子で想像仕掛けられてるんで、数層1枚切れてるんですよ。確かに。ですが、バコンと。うわ、リャンピン引いたよ。これも鳥肌ですよね。ね、これは鳥肌立つよね。いや、このリーチ打てるのってやっぱり生産しかいないと思うんですよね。なかなかね、リャンマンがあそこで切れるっていう人がいないですね。いない気がしますよね。まあ、生産なら切りそうだなっていう、そう、それなのに欲しいのは、そう、うん、なんか誠一さんなら切りそうだな、誠一さんだったら確かにこうだなみたいなのが誠一さんは異様に多いと思うんですよね。そうですね。やっぱそのピークなんですよね、その最高到達点が。うわー、かっこいいわこれ。かっこいいね。メンピン一発も三色浮いた。かっこいい。ドラドラ。いやこれね、誠一さん。うん。これぞ近藤誠一だなって思わせる上がりなんですよね。そうですね。本当に。なんか俺これ15回ぐらい見てんだけど、今でも鳥肌立っちゃったんだけど、ね。でもこれすごいのが、誠一さんってもう普通に僕らが見た時にしない選択をすることあるじゃないですか。ありますね。でも誠一さんのすごいところって、そういう選択をした時大体うまくいってるんですよね、うん、まさにそれ、ね、そう。実際この近藤さんの選択がこう、うん、
異常なまでに精度が高い理由ってどんなところなんですかね、森さん。経験則から来る感性そうなんですよね、うん、そこなんですよね、うん、なんか誠一さんにたまに麻雀の話聞くじゃないですか、うんうんうん、でも俺はやっぱこっちがいいと思ったんだよねっていう時にたまにあるじゃないですか、うんうんうん、それってことごとくうまくはまってるし、うん、まあ、もちろん理で話す時にもいっぱいあるんですよ、誠一さんって。麻雀のことをこうちゃんと分かってって の, そのプラスアルファみたいなのが、まあ、センス。なんか昔ね、僕近藤誠一さんと朝倉さんと朝倉浩信と、うん、感性とか何ぞやって話したことあるんですよ、うん、で僕がその時思ったのは近藤さんって基本的にはすごく理の人だと思うんですよ、うん、でその理っていうのが自分が積み重ねてきたものが山ほどあって、で、そのこう積み重ねてきたものがたくさんこうぐちゃっとあるものをこう場面がすり抜けると答えが出るんですよ勝手に、うん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 、なんでも今持ってる感性って感覚じゃなくて積み重ねの中にあってこう処理が簡略化されてるだけというか、なんかそんなイメージなんですよ ね、 それが今実践されてこうなってるっていう感じなんだよね。なんで近藤さんの言ってる感性って、まあ、例えば感性ってこうその反面その適当に切ってるとかっていう風に捉える人もいるかもしれないじゃないですか、うん、でも近藤さんの言ってる感性って積み重ねてきた根拠の塊みたいな感性だと思うんですよね、うん、間違いなくそう、これが今上村さんが言ってた経験則から作る感性だって思うんですよね。そうそうそう、あと多分動画見てる方も思うと思うんですけど、近藤さんは感動させる効率が多くないですか、うん、多い、なんか、うん、鳥肌立つのもあるし、人を見てる人を感動させる麻雀を打つなっていうのが多いから、やっぱり新郎の前場もそうだけど、ただ大きく打つだけじゃなくて、うん、安手というかさばき手でもうわ今度分かったっていう感動させる部分が非常に多くて勝つから、ね、なんか憧れた麻雀プロとしての一個のやり方としても憧れだなと思って、うん、なんかいいなと思うんですよね。実際ね、ありましたよね、積もり数あんこのリーチと鎮逸の仕掛けで、うん、近藤さんが鎮逸側でめくり合いをして最後めくり合いに勝った赤で積も上がるっていう、ああ4センチになったね、そう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 、エミリーグよ、うん、カッていって上がったやつね、そう、いやあれはね3品かな、はい、あれはねなんか想像だったっけ、そう、嘘、赤嘘を積もってるのね、イソと嘘のシャンポンかな、あんなのとかもうゾワゾワっとしますよね、ゾワゾワってすると、そういう上がりが多いから、やっぱ誠一さんの中ではこれも普通の一個なんだけど、うん、やっぱり見る人たちにとってはすごい一曲だったなと、そうなんですよね、と思って今回を取り上げさせていただきました。そしてチームメイトでもある茅森さんにもね、実際天才のね茅森さんともまた違う、うんうん、茅森さんが起きるっていうのもなんか似てる部分もあるのかなと思ったけど、やっぱり全然違くて、うん、そこの対比対照的なところを見れて、うん、今回は良かったなと思います、本当に。そしてね、茅森さんにはご自身のと、はい、チームメイトで近藤誠一さんの2本とも出ていただき、はい、本当にありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。なかなか本当に聞けないところなんで ね、ぜひレギュラーになった時のつなぎの色は考えて、黒以外でちょっと黒以外で、ね、安全性の面で、ね、安全性の面なんとかね、レギュラーになっていけないかないかと、はい、ただやっぱり単発ゲスト、はい、で、茅森さん来る、うん、このするしないのが結構ボリュームあると思うんで、うん、レギュラーになると僕たちちょっと薄れちゃうと思うんで、いつか茅森さやかの至極の曲になってるかもしれない、なんて可能性あるんで、そこを取られる可能性があるんで、はい、やっぱそれはやめましょう。やっぱ保身大事、保身は結構やっぱ大事、茅森さやかに勝てる自信は全くありません、はい、僕もないですね。なので、はい、ゲストでもため、はい、本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。ということで、これからまたね、はい、ゲスト違う方も来てくれるかもしれないし、はい、2人ともやっていきますので、はい、今後もぜひ皆さんご視聴よろしくお願いします。お願いします。それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆さん、さようなら。名古屋どっぽさやかのの、さやかのこれ使いたい今の今の NGC の最後の方に出しちゃう